お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこのスパーキーデッキ使っていきたいなと思います。というわけでトルネスパーキーですね。もうスパーキーに対応してきたユニットを全部トルネで分け、もうまとめてねバチコーンとねやっていくデッキでございます。というわけで、まあ、やっていきます。昨日展開行ったんですけど、今眠いのもあるんですけど、プレイが鬼やばいですね。やっててわかるんですけど、やばいんですよ。やばすぎて、鬼沼りましたね。よろしく。というわけで、クソ下手だったらごめんなさい。ちょっと集中していきます。というわけで、キング起動します。ふーん、ナイス、オッケー。というわけで、なんかね、マルチの上位もだし、グラチャレもだし、なんかスパーキー今めっちゃ多いっすね。なんか、増えましたね。謎にスパーキーが増えた。というわけで多分強いんでしょう。アイゴレと間のデッキ全然覚えてねえな。アイゴレとユーノしか覚えてない。なんですけど、まあ、スパーキーちょっと刺さりそうな香りがしてますね。アイゴレユーノだったら。さあ、ダックプリーってなんだ、ダックプリーちょっと珍しいっすよね。サンシエのダックプリファイブを足る。いやー、なんとも微妙なラインですね。わかんないですね。で、ユーノ来たら、もう、ケツスパして許容して、ワンパンします。はい。ダックプリが厄介ですね、ダックプリが。ダックプリ横当てされるのが、いや、三子ですね。三子の、ダックプリ5の三子が、ちょっと前に流行ったので、それかなと思うんですけども、うわ、めっちゃいい。これもトルネで。OK! いい。多分、5?いや、待って、言うの?いや、なんか、三子で、あ、タル使ったっすね。三子ダックプリ流行ってたんですけど、言う、ん?なんか形が多分違うんですよね、僕が思ってるのと。普通のって言っても、普通とは何ぞやってなっちゃうんですけど、だから、ロイホグ三重子の、ダックプリ5じゃなくて、ゴーストかな、ゴーストの枠がただただダックプリになってる方の三施設はありますね。さあ、5ね。これがね、強いですね。スパーキー展開で逆サイ来たのは5。で、奥底に三重室が来たのを全部ね、トルネでバチコンでいっちゃうっていうところでね。さあ、で、ミニペイからの、これくらいですね。これ、もうこれ全部。うら、うんけ、あ、待って、ミニペイがやる。お前じゃねえんだ。あ、お前じゃねえ。ああ、いいよ。いや、でもいい活躍。なんだろ?打たない。できたら、まあ、ワンチャン5でもいいな。こっち5か。で、これは、右大丈夫ですね。で、左も大丈夫。オーケー。さすがに多分相手スペルないので、もうタワー耐えれば勝ちですね。オーケー、来た。神許容。で、もうミニペで、もうガッシャンガッシャンですよね。ガッシャンガッシャンガッシャン。で、タルババ咲いたら、ヒースピーみたいな。もうなんなら全部取れねで、全部取れねで、全部取れねで、あれめっちゃ綺麗に防衛されてる。うん、あれあ、待って、スパーキーの事故がある。いけ。頑張れ。うん、お前、気合が足りん。やばい、アイグル蓋される。オッケー。これファイボで耐えて、いやいー、ヒースピーだ。やばい。いや、豚。やばい。あ、耐えた。あ、やばい。これトルネザップで入んねえかな。よいしょ。おー、危ねえ。グッドゲームですね。てか、やば、トルネ5スパーキーでこんなに押されるもんなのっていうぐらいでしたね。危ない。まあ、勝てたんでね。いやー、めっちゃドロー溶かした。お、点ゴってきた。ちょっと待って、めっちゃ面白いんだけど。点ゴってきたよ、点ゴって。よろしくって言ったか、よろしくって。びっくり。久しぶりになんか当たりましたね。身内と。あー、俺も磨いとこう。お、かわいい、アーチャー。めっちゃかわいいな、あのアーチャースタンプ。多分僕持ってないんですよね。いや、ねえっすね。汗でも拭いてきますか。お、ホグ使ってる。で、これノーダムキング起動っすね。あーざっすー、ありがとう。さあ、なんだビヨーン。さあ、ナイトですね。ナイトホグなので、クエイクホグっぽいですね。まさか。さあ、神相性を引いていく。で、もうちょっとスパーキー出したいんですけど、一回ファイブザップで許して。さあ、で、おー、いいスケだ。いいスケなんですけども、いや、いいスケですね。
あ、で、ここはまたね、ノーダメキング起動を、んー、キング起動してるんですけど、ノーダメでね、やっていくと。さあ、怒ってますね。怒ってますね。サムネに使われるとも思ってないでしょうね、今はまだ。今のところね、サムネにちょっと。まさかっていう。クエイク削り、暇してますね、相当。ケツスパいっちゃいます。ないときたら、J で釣ります。ケツマス、あ、ボムから入りますね。いやー、やってますね、ちゃんと。で、ここ J を外に出すと、スパーキーが J を押して、ルート行政できるんで、ちょっとそれ意識します。よいしょ。よいしょ。さあ、スパーキーを横にね、横に行かせます。あ、待って、お前、竹が終わり。これ、5打ったらやばいかな。てか、ボムタワーあるし、やばいな、これ。あ、待って、ないってね、当たってね。まあ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 、僕にはトルネードっていうね、最強のカードがあるんで、3倍タイム、これ3倍タイム。これで、一発受けます。一発は受けます。あー、一発だけね。よし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 。で、スケ、打っとくるな。スケで来い。よしよし、飛ぶ。ナイス。で、ケツスパ。はい。オッケー。これはありますよ。あー、さすがに勝ちてえな、これは。絶対相性いいもんな。でもワンチャン負けそうだな。で、まあ、ミニペ、守り一応出して、マスケをトルネで溶かすか、ファイボで溶かすかっていうところなんですよね。もう、ちゃっちゃっとトルネで引っ張って、ザップ打って、あ、いいザップだ。で、ウッドからですね。ウッドからの、ユキからのウッドさ、陸行きがない。いやー、来た。ファイボ2周ですね、僕としては。で、マエリキだけでクエイクなんで、オッケー。ファイボ2周だっけ？ファイボのダメージちょっと覚えてないですね。250マルチは。普通は172ですね。さあ来ましたね。これはもう、守って勝ちですね。神相性ですね、これが。さあ、サムネにね、触れると思ってないでしょう。天国くん。ウッズアップ。おい。あ、こういうね、外すの良くないですね。で、最後ファイボ打って、はい、グッドゲーム。いやー、グッドゲームですね。わあ、身内とやるのは楽しいですね。さあ、というわけで、次もう一回身内来てくれたらね、嬉しいですね。かっこいい、来い、焼き鳥。あー、海外の人ですね。よろしく。YT って書いてるから、ワンチャン YouTuber かもしれない。さあ、倒していきたいと思いますよ。まあ、トルネがなんかね、いいですね。スパーキーにトルネってあんま入んないんですけども、なんかそこがね、ちょっといいですね。ワンチャンがある、スパーキートルネで、なんか、一気に巻き込んだり、タワーごと巻き込んだりだとか、まあ、防衛面でも優秀だし、結構可能性がすごいね、大なカードですよね。これあれかな、ワンチャンスケラ来たら終わるかな。スケラ来たら終わるかなと言いつつ、スケラじゃないこと祈ってジャイ出す。ジャイじゃね、スパーキー出す。ゴレですね、ゴレ。いてて。で、これどうしようかな。相手でもこれ、絶対対応できないですよね。このスパーキー普通に厄介ですよね。うわ、ういしょ、これですよ、これ。これ。これで、全部やられちゃう。わ、待って、エレキだけワンチャン回復して。いい、ナイス。で、なんなら延命してあげる。あ、ムート邪魔すんな、お前。範囲外でしょ、範囲外。オッケー。まあ。ゴレムートですね。ゴレム。ゴレムは、まあ、スパーキートルネがやっぱ刺さりそうですね。今みたいな感じで、もうちょっと後ろにやれば、ムートがスパーキーより、なんか、距離が外れて、殴んない説あったんですよね。もうちょっと遠めにできればよかったですね。さあ、スケドラサイター。いやー、ライドラいないでくれ。ワンチャンいそうな香りがする。ライドラいないでくれ。ベイビードラでした。で、ライトニングワンチャンあるのかな。ちょっと待ってから、エリキ君。まあ待っていいな、これ。一回落ち着いてね。お、しかも、いや、いい受けだな。いい受けなんですね、泣いても。デレキとトルネ使うか悩むな。いらんすね。あ、やばい。おい、痛い。あ、許容の、ここですね。ここもなんなら逆サイジャイミニペいきます。これ。ジャイミニペからのファイボですね。よいしょ。で、スケドラにファイブ打ちます。スケドラいるっけ？いる。ナイス。で、ヒースピ追加来た。これで、
ジェイミニピの防衛をしてると、スパーキーがこの間にゴロを溶かしてくれるんですね。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。ナイス、オーケー。さっさっさで、スパーキー勝手に暴れてもらって、オッケー、いいよ。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。ああ、待って、やばい。ちょっとやばい。待って、めっちゃいいとか言ってる場合じゃない。ベビーベビー、ベビーもこっちおいで。あ、スパーキー、お前はそっち行きたいんだな。お前はそっち行きたい。優秀だ。それはね、いいことです。いいことです。そっち行ってくれた方がね、助かりますね。さあ、というわけで、タワーを1個折った後だと、なんかユニット、なんですかね、もともと出てた方に戻っていくといいますか。なんかそういう、なんかね、機能があります。というわけで、いやもう今日満足ですね。テンゴットにも勝ちつつね、いい感じにね、こう、トルネードも決まったかな、覚えてないけど。はい、というところでね、今日はこんな感じで終わりたいなと思います。皆さん、トルネスパーキーね、もうロマンしかないですね。ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。